あ,あ、爆弾そうかそうか <laughs> 爆弾魔再びさおずら久しぶりやなやっぱ一人だねあやっぱお前が <laughs>。 <laughs> まあまあ犬は扉くらい開けられるよね話しかけんの「銀ときくん」おお人間ができてる <laughs> あやっぱズラが依頼人か予告で言ってたもんね ハム探しっつったけどだ人探しなんだよねなんかよく分からんけどもその経緯はで人探しプラスえー、宇宙最強の海賊宇宙海賊バルバン銀銀 <laughs> ガマの敵役ね宇宙海賊なのよそれとどう絡むんだ ズラがアマント関連の案件を持ってくるとは思えないんだよね。でキャサリンは結局しばらく投獄されるのかな。まあいずれ来るんだろうけど。いや本当お祖父さんいい人よね。で銀さんも。あ まあ家賃は滞納してるけど、だ守るって約束したから、まあそういうことでもまあ一緒にいるんだろうね。<laughs> それにしても家賃は払うべきだと思うけどね。<laughs> まあまあ、りょうさんとかと同じかな。まあ人情家なんだけれども、まあちょっとお金には汚いというか <laughs>。だらしないというか。行方不明の娘を探す。 飲みすぎ、二日酔いコスプレするなら心まで飾れコスプレ変装ってこと海賊にあああズラとは全く関係なく娘をじゃ二日酔いね。 う,うん、うん、うん、綺麗な娘さんだね。うん。うん、なんかちょっと。分かったけど、ああ、そういうことか <laughs>。<laughs> <laughs> 本当に。ね。 いやまあ大ごとにはできんほうあなるほどね娘探しじゃずらの依頼は あ<笑><笑>あさすがにバレた地球人の名前でもシャキッとしろよ <laughs> んまあまあなきにしもあらず いや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 ,いやハム買う金もおねえだろ多分 <laughs> ちょっと真面目にやれよ今回は本当にクズやなあんたフリーザ様宇宙海賊 どうもすいませんでしたありがとうございました <laughs> え違うっちゅうの <laughs> もう真面目にやる えな何えなんだからえに何何えな何 ああ、薬で <laughs> 誰でもいいよ、もうんあここが売人の。 なんかやべえことに巻き込まれすおああこいつがえー、やりやがったあーハムコフリーザ様倍に薬流してんの まずい変なことに巻き込まれた娘役中になってた <laughs> ちげえのよ春雨ね完全にいかれてやがる病院ぶち込め うんうんさすがにシャキッとしたかおオクトパスやっぱ潔癖というかそういう感じなのねおいおい 突然バトルになったで大丈夫銀さん。調子大丈夫そうだね。<laughs> はい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  <laughs>。 いや,やっぱ大物声優だとすごく大物感が出るねえ <laughs> <laughs> げつねえことやってんな。 えー、行かせてもらえないでしまあ,あまあそうなるよねおいお、お、お、あれあ,あ,あれあ,あれあれあ,れあーちょっとほんとにシリアスになってきたあこれ切り替えた方がいいよ俺。 まずいまずいまずいああちょっやべえハムコえでも心パチゃうともかく神楽はちょっと待ってちょっと待ってえシリアス突入 もしかしていやそんなこと言ってたけどいや冗談だと思ってた白夜叉時代ああ,あ,あちっうんうんえでも服がなんだ 夢だね銀さんのうちに抱えてるものか誰かが手当てしてくれた ヅラサンキューヅラ新八と神楽があんなとこから落っこちたんだえあ薬 の依頼は何なのよ薬天生鏡やべえ なるほどね。ええー。<laughs> なんて春雨なんだ。 こりゃ大ごとや行くのうん新八と神楽のためにうん 仲間銀さん。いや失うわけにいかんわな。 あいつらも来てくれるよね。サンキュー。コンビ復活。おお。いや、やっぱいいやつやな。あずら。なんだかんだ。カグラどうなってんの、今。とりあえず成り行きに任せてんの。 誤解されてる。うん、拷問。 おーバレてる。我らバック。妙な奴ら。え、二人？金さん。 ちハハハやハやハやキャプテン勝浦ほほわ <laughs> ワワンプワーク<笑><笑>なんだこれええー もうマジ誰よお前すげえおっさんっぽくなったな銀さん神楽は 神楽マジマジでどうなってんの今いや神楽に関しては何しても死なんていうイメージだからどうしてもなんか違うんだっちゅうのタイミングが悪かったな いや話通じないよねーこれはダメだおおグラオッケー落ちたええー、きたあー銀さん <laughs> 海賊議員さん <laughs> あっフック落ちたあそう怪我してんのよ <laughs>、うん、やっぱ前髪あった方がいいよひ <laughs> げも取れたな <laughs> しぶとく戻ってきました。暴れてるキャプテンカツーラが。オッケーいいぞ。あ、爆弾、そうかそうか。爆弾魔、再び。キャプテンカツーラね、もう、なんなの好きやわ、お前。 いや、終わったのはお前やちったこっちゃねえよ超かっこええヤンギンさん ちょ、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 人相変わったやん。えぇ、ー、おぉ。はははは。 なんで牧草で勝てるんだあんたはいつも <laughs> そこが一番不思議だよいやひどい目にあったねああそうだよなおんぶそうボロボロなのよいやほんと頑張ったよ 今回しょっぱなクズかと思ったわ。は金さん。え、元気じゃんかよ、お前ら。えー、う嘘だろ。 心配は歩けよ背負うものが重たいねなちょ何これめっちゃいい話やなんだこれいや僕はまだ銀玉を過小評価 してたみたみいやね。あれえ何何今どうなってんの何な、な何今の <laughs> ん <laughs> ようわからんあ いやマジシリアス回やったねちょっとだけ <laughs> 本当絶妙よね毎回バランス感覚が <laughs> 本当にお前来ないね納豆娘でまあやっぱズラはいいやつやったね、まあ、これからもなんだかんだいやいや言いながら手貸してくれるんだろうなまあ昔の仲間だもんね ずらとあの議員さんが並んだあの感じがすごく熱くて好きなのよ <laughs>。立ち位置としては今上位獅子なんだよねまだ爆弾魔だし <laughs> それがエリザベスが出てきてどうなるのかやっぱ上位獅子っていうとどうしてもなんかこう死亡フラグというかさ立っているな気がしないでもないんだよね。 知り扱いも待ってるって言うし今回それの片鱗がちょっと見えたかな、うん、お近藤さん新選組か起きたもん天柱なんだ上位志志か ななんだなんか美人さんサザエさん3本立て <laughs> もうふ触れないもうふれない <laughs> もう毎回オチでさもうふ <laughs> ってなって終わってる気がするからもう,もう俺は触れない。 <laughs> はいじゃあ次回えっと第14話男にはカエルに触れて一人前みたいなわけのわからないルールがあるえちょっと長すぎてちょっと読みきれないんだけど <laughs> カットされちゃってるわじゃあ3本立てですね短編集になるのかなじゃあ次回第14話でお会いしましょうじゃあね